公共曲第一番は日本の公共曲及び同名の著書。公共曲は2008年に佐村川内守る名義で初演された。一連のゴーストライター問題では2003年にスケムラ・が企画を提示し、作曲家の荒垣隆史がモチーフの作曲から構成、オーケストレーションまでを担当した曲とされている。なお、荒垣隆史は 2014年2月6日の記者会見において、当作品を含むサムラ・内守ウ名義の大作について著作権を放棄する意思を表明している。2003年に作曲家の荒垣隆氏が、サムラ・内守ウから曲の構成や楽器の編成、曲調のイメージを伝え、作曲をしてもらう形で依頼を受け作曲した。サムラ・から荒垣への作曲依頼時には、 A4 の紙1枚に音楽的な指示は一切ない情緒的なイメージをのみをスケムラカワの妻の字で書き込んだものが渡された指示書にはイメージする作曲家として楽曲の各部分にそれぞれ祈りの部分には中性ポリフォニック確率前の音楽やビクトリアのレクイエムバードのミサ曲グレゴリオ聖歌が掲示の部分にはバッハの4世コラール衆と ヨハネ受難曲、受難の部分には、モーツァルトのレクイエム、オルフのカルミナ・ブラーナ、ペンデュラム、コントンの部分には、特に当てはまる例なし、その他、ペンデレツキなどと作曲家名や作品が指定されていた。なお、依頼から作品の完成における副題は、現代典例とされており、作曲にあたって、広島の原爆投下は、両者に全く意識されていない。 後術の CD 発売の直前に副題が広島とされた。サムラ・カワチの自伝では2000年までに12曲の公共曲を作曲していたが、これらをすべて破棄し、全老以降あえて一から公共曲を制作することを起としたとされている。この広島は17歳の時に最初に構想した公共曲第1番に基づき、 原爆投下後の20分間の広島を表現したとしていた。荒垣は週刊文春に寄せた手記の中でこの曲にはウルトラマニア、スターウォーズ、宇宙戦艦ヤマトの要素を散りばめたと告白している。その理由はそれらの要素を入れるとサムラカワチがいいねと絶賛したからだという。第1楽章、第3楽章のみの初演は2008年9月1日に 広島厚生年金会館において G8 議長サミット記念コンサート広島のメッセージを世界にの枠内で秋山和義式、広島公共楽団により行われた。その後第1楽章、第3楽章のみの改訂版初演は2010年4月4日に東京芸術劇場において大友直人式、東京公共楽団によって行われた。作曲家の吉松隆が この東京初演を日本コロンビアの関係者に紹介したことが後の CD 化の契機となった。全曲初演は2010年8月14日、京都コンサートホールにおいて秋山和義式、京都市公共楽団により行われた。2008年 G8 議長サミット記念コンサートという名目で1.3楽賞のみが広島で初演された。この作品での貢献により、 サムラ・川内守が、広島市民表彰受賞。2009年、芥川作曲賞の選考の際に、審査員の一人、サエグ明がこの曲を推薦したが、受賞は果たせなかった。2010年4月、東京で1.3楽章のみが初演された。作曲家の吉松隆が、日本コロンビアの岡の広雪に、面白い作曲家がいるよと紹介した。吉松は、 その時は、ようやく同時代に、嫉妬できる作曲家が出てきたと喜んだのだが、それは本音。映画音楽みたいと言われようがなんだろうが、一般の聴衆を1時間以上釘付けにする、純オーケストラ作品が生まれたのだと解雇している。2011年7月20日に、大友直都式の東京交響楽団による CD が、日本コロンビアより発売。 2012年11月9日に放送された NHK 情報ライブただいま日本が涙耳聞こえぬ作曲家奇跡の旋律でサムラカワチが紹介された後2012年12月3日付オリコン週間アルバムチャートで推定売上枚数約1.9万枚を記録し11月26日付の100位圏外から9位に浮上する躍進を果たした なお11月22日付のデイリーチャートでは任位を獲得した。このような人気の曲のためか、日本コロンビアに対し注文が殺到していた。2013年3月31日の NHK スペシャル、魂の旋律音を問失った作曲家の放送後、2013年4月15日付週間、総合アルバムチャートでは、ファンキーモンキーベイビーズ、 ファンキーモンキーベイビーズラストベストに次ぐ2位を獲得した。出荷枚数が10万枚を超え、日本レコード協会からゴールドディスク認定を受けた。2013年6月15日、大阪のザシンホニーホールにおいて演奏会全国ツアー開始。2014年まで全国30カ所において順次開催され、指揮者は一部を除いて、金正教が担当し、 全国各地の12のオーケストラが演奏する。2013年は、熊本、東京、神戸、横浜、広島、岡山で公演をした。2013年8月17日から8月25日、公共曲第一番、広島の世界展が東京ミッドタウンで開催された。2014年2月当時、CD の出荷枚数は累計18万枚。 2014年2月5日、平成8年以降のサムラ・内守名義の作品を別の作曲家が手掛けていたことが代理人を通じて公表されたのに伴い、日本コロンビアはこの作品の CD の出荷及びネット配信を停止すると発表した。2014年2月5日、全国ツアー主催者のサモンプロモーションは以降の公演の中止とチケット代金払い戻しを発表した。 2014年2月6日、広島市は2008年に授与した広島市民賞の取り消しを決定した。2014年2月8日、日本レコード協会が日本コロンビアから認定自体の申し入れがあったとして、本作品の CD のゴールドディスク認定を取り消したと発表した。このように、スキャンダル発覚後、自粛や高評価の取り下げの流れが続いたが、 一方でこの曲は再評価が心を見られ、指揮者、ネーメイアルビト、エストニア国立交響楽団によって2015年5月14日の演奏会のプログラムに取り上げられることが一時発表され、この演奏会での作曲者は、マモルサムラゴチ、タカシニーガキとクレジットされていたが、後に曲目は、リヒャルト・シュトラウスや、セルゲイ・プロコフィエフなどに、指揮者も、 ニコライ・アレクセイエフに変更となった。2014年12月18日、この曲のブームを利用し、全国ツアーのメイン指揮者、金聖教が寸尺詐欺まがいの行為を繰り返していたことが、週刊、文春の続報として報道された。2015年6月3日、荒垣隆の反省辞伝本であり初著書となる、音楽という真実が17日に出版されることが報じられた。 2016年6月4日、森達也監督のドキュメンタリー映画、フェイクが公開された。佐村河内本人インタビューをはじめとして関係者への取材も行われた。森は佐村河内や荒垣の見方や関係がひっくり返るかもしれないと話しているという。全三楽章。総演奏時間は約75分。循環形式を用いている。 アンダンテ,テテネブローソペザンテアレグロコンブリオ、レリジオソ、アンダンテグラーベペザンテ。助走を伴う、ソナタ形式。ええ、音のオスティナートで開始され、第二楽章でも活用される動機がいくつか提示された、後、ペザンテで、第一主題が現れる。この主題が、しばらく展開され、アレグロコンブリオで軽快な主題が提示された後、クラリネットとファゴットに、 コラールの形で、第二主題が提示される。この主題は、アンダンテグラーベの部分で変形される。各主題部で徹底して展開が行われるため、展開部はなく、頂点で、第一主題が再現され、最終的には、羽音に静かに消えてゆく。アンダンテアレグロフェローチェアンダンテレントモルト。自由なロンド形式。第一楽章冒頭にも現れた、ホルンの上行する。 ファンファーレ同期で開始され、クラリネットにコラール風の主題が提示される。三連符を伴う旋律や、重々しい加工音計に加えて、第一楽章の第一主題、第二主題などを引用しつつ展開し、アレグロフェローチェでスケルツォ風の音楽に突入する。このスケルツォは長続きせず、冒頭の音楽に回帰してゆく。レントモルトのトロンボーンのコラールをきっかけに、再び盛り上がりを見せ、 ホタン調でクライマックスを形成した後、保温上に静かに集結する。アレグロモルトテンペストソアレグロエネルジコアジタート、トリオソマエストソグランディオーソレント、アダージェット、ノビレメンテ。自由なロンド形式。決然とした印象の音楽で開始され、第一楽章第一主題も郵送に再現される。アジタートの頂点に向かって、闘争的な音楽と、 性筆な音楽との対立を見せつつ盛り上がる。前ストーソから再び長い時間をかけて盛り上がり、対方的な展開を見せる。祈るようなレンと、完備のアダージェットを経て、天のボルノコラールと呼ばれる、マーラーの公共曲第3番を思わせる、のびれメンテ部分に入る。鐘が鳴り響く中、補聴調で高らかに集結する。世界初録音が、2011年4月に行われた。 同一タイトルである書籍、公共局第一番は、佐村川内守の自伝。曲自体の発表より早く2007年に講談社から発行された。書籍の表紙カバーには、荒垣隆が自筆した、公共局第一番の譜面が使われている。2013年に、現当社より文庫化された。文庫版の表紙デザインでは、譜面は使われていない。事件の後、どちらも、 絶版となった。ありがとうございます。